はい、皆様、こんにちは。今日は金剛寺さんですね。三木になるのかな。でそこへちょっとね、梅の状況を見に来ましたね。まあまだ早いと思ったんですけどね。まあ状況だけでもね、この辺桜並木、桜咲いて切れそうやね、これね。イチョウかな、ちょっとわからないですね。で、まあ、二箇所ね、多分、梅が見れるはずなんですよ。ね。なので、まずちょっと駐車場のね、こっち側の駐車場の方から行ってみたいと思います。いつも、蓮見に来るときは、向こう側の駐車場を止めるんですけど、まず第一番目の梅はね、多分、こっちからの方が近いんで、ここ駐車場広いですのでね。ね、これは何でしょうね。桜ではなさそうか。ちゃんとね、このように肥料が植えられてるからちょっと避けますよね。よいしょ、はい。ここ駐車場ね、広いですね。今こっち側に見えの桜みたいな気がするんですけどね。はい。何も咲いてないのかまず。ちょっと近寄ってみます。はい。何も咲いてなかったら寂しいなと思ったんですけど、老梅がちょっとね。もうでもね、これ、老梅ももうそろそろ終わりの感じしてますよね、これ。うん。ちょっと黄色がくすんで きつつあるんでね、早めに皆さん見に来られた方がいいですね。見に来られる方はね。はい、そんな感じで、ちょっとね、梅が咲いてるようには見えないんやけど、もうちょっと行ってみます。はい、つぼみはね、膨らんできてるようなんですけどね、まあ、このように剪定もされてるしね、ちゃんと管理もされてますし、こういう感じでつぼみはね、かなり膨らんできてますが、まだ咲いてないね。よいしょ、やはり早すぎましたか。ああ、でも1輪2輪咲いてるやつもあるな。これちょっと咲いてますよね。ちっちゃいですけど。あとどっか、あの辺、あれ梅なのかなのか、あんまり踏み荒らしたらあかんからね、ちょっとだけ。これなんかもちょっとね、咲き始めてるような気がするんだね。どれやどれやどれや、なんか雪がちらちら降ってきたな。はい、ちょっとだけ咲いてますけど、まだまだですね。はい、ちょっと向こうの方まで行ってみましょう。はい、この辺も梅だと思うんですけどね。これは違うけど、こっち側ね。まだ、もうちょいつぼみですね、これもね。はい。これちょっとしだれ梅みたいになってるやつ。これも咲いたら綺麗やろうけどね。ちょっと畑みたいなのがありますからね。ただね、ちょっとだけチラッと赤いの見かけて、これね。よいしょ。一本も咲いてなかったら寂しいな、みたいな。これがちょっと咲き始めてますね。ね。ちょっと空が暗いから映りは悪いと思うんですけどね。これ。光を当てるのこなしたらいいか。これ光当たってないもんな、これ。はい。これとかね。よいしょ。うまいこと打つね。ね。これは近いな、これ。これは近いけど。知ってるかな。よっ、こっち側が緑の方がまだ綺麗に、背景が緑の方が綺麗そうやな。この辺はちょっと明るくなった。うん。よいしょ。こうやってから、こうしたら切れるかな。よいしょ。
全く映ってないねこれ。いや雪が激しくなってきましたよね。はい、他を見渡したところ、あんまり咲いてるように見えないな。それが梅林なのでね。はい、はい、向こうの駐車場からこちらの駐車場に移ってきました。こっちが東、西側にあたる駐車場でね、ハスとアジサイですね。ここがよく皆さん見に来られるところですね。であれが塔ですよね、五重の塔ですか。はい、まあそんな感じですね。でこの奥にね確か梅園があるはず。でそっち側はね実を取る方やと思うんでね、あんまりやたらめったらあれしとったら怒られるやろうけど、どうなんでしょうね。ちょっと近づいてみます。向こうに見えてるのが梅園やけど、やっぱり咲いてないねまだね。はい、ちょっと近づいてみます。はい、近づいてきましたね。多少咲いてますね。ただここはあんまり入るよって肥料も撒いてるし、ちょっと具合悪そうなんでね。でここでなんかこうセンサーみたいなんで、もしかしたらこれね電気が走っとったらあかんから、まああんまり近寄って見れないんですけど、それでもまあここぐらいやったら見てもいいでしょうね。これは白梅か、チラッと咲いとるね。はい、チラチラチラっとね。ね、まああんまり綺麗に映ってないとは思いますけど、はい、ちょっと上を見上げました。ね、あんまり拡大してもあれなのかな。でこれはまあピンクでね、まああんまり大量に咲いてないから あれなんで寂しいけど、まあそれでも咲いて多少咲いてますんでね。はい、まあ全体的にはこんな感じですね。はい、まあそんな感じですね。ここ歩いていきますけど、この線が張ってあるからね、あんまり奥の方に行ったら怒られるやろうしね。はい、という感じでした。この奥は感電注意って書いてあるからね、この中には入らんようにしましょう。ちょっとずつ咲いとんな。もみじの葉がえらいよ、きちっと。どういうことやね。はい、ここもちょっとだけ咲いてました。ということで本日もね、ご視聴いただきありがとうございました。金剛寺さんのお梅ね、まあ、ちょっとこういうのを去年見つけてましたんでね、ちょっと寄ってみましたけど、まだまだ先が少ないのでね、あんまり深く立ち入れることはできないかもしれないけども、ちょっとね、通り過ぎに見て回るのいかがでしょうかね。それではまたよろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また機会があればもうちょっと咲いたらね、また来てみたいと思います。はい、それではね、本日もご視聴いただきありがとうございました。またね、次の動画でお会いしましょう。本日もありがとうございました。